こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は謎に満ちたジョンベネ事件について解説していくぜ。これは、1996年12月26日にアメリカコロラド州に住む6歳の少女が、自宅内で亡くなった状態で発見された事件だ。私もこの事件、テレビで何度か見たことがあるわ。ああ、この事件は被害者が美少女で、美少女コンテストの常連だったことや、父親が会社を経営しているセレブ一家だったことから、アメリカではもちろん、日本でも大きく報道されたんだ。それで、犯人は逮捕されたの？たくさんの解明されていない謎があり、残念ながら犯人はまだ特定されていないぜ。しかもこの事件は被害者になった少女だけではなく、その後の家族までも、悲惨な末路をたどることになってしまうんだ。家族まで？一体どういうこと？では今回はジョンベネ事件を深掘りして見ていこうと思うぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。父親のジョン・ラムジーは会社の社長を務める実業家で、母のパトリシア・ラムジーは専業主婦をしていて美しいと評判だった。三つ上の兄、バークも賢くて成績優秀で、近所からも聡明な家族と言われていたぜ。そんな家族のもとに誕生したのがジョン・ベネちゃんだったんだ。待望の女の子ということもあり、ジョンはジョン・ベネの誕生を非常に喜び、名前を自分のジョン・ベネット・ラムゼーにちなんで名付けたぜ。絵に描いたような幸せそうな家族だわ。そしてジョンベネちゃんはブロンドヘアに大きな瞳で、みんなを虜にするような美貌を持ち合わせていたんだ。母親のパトリシアは、ジョンベネちゃんをアメリカの有名な美少女コンテストに次々と出場させて、コロラド州オールスターキッズ、カバーガール、全米タイニー、ミス、ユーティなどで優勝させたぜ。ジョンベネちゃんはそれほどまでに美少女だったのね。ああ、生まれ持った美貌もあったが、美少女コンテスト優勝は、パトリシアの熱心な指導のおかげとも言われている。ジョンベネちゃんのコンテストの指導をしていたパトリシアも、実は元ミス・ウェストバージニアという、華やかな経歴を持っているが、自分がミス・アメリカになれなかったために、自分の夢を娘のジョンベネちゃんに託していたようだぜ。ジョンベネちゃんは、パトリシアの美しさを受け継いだのね。1996年12月25日、一家は、友人自宅で開かれたクリスマスパーティーに出席したんだ。そして午後10時前に自宅に戻り、父親のジョンは、遊び疲れて車中で眠ってしまったジョンベネちゃんをベッドに運んだ。まさか、これが生きている娘を見る最後になるとは思ってもいなかっただろうな。まさか、翌日26日、一家はミシガン州にあるセカンドハウスに行く予定だったが、娘がベッドにいないことに気づいた両親は、屋内の階段に手紙が置かれているのを発見したぜ。それはジョンに宛てられた3ページにわたる手紙だったんだ。それって、もしかして？手紙には、午前8時から10時までに連絡する。警察に連絡したらおしまいだ。身代金11万8000ドルを用意しろ。と書かれてあったぜ。それって、脅迫状じゃない。ああ、見るからにそうだよな。脅迫状には、警察に連絡するなとは書いてあったが、ジョンベネちゃんが誘拐されたことを知った両親はすぐに警察に通報。少女誘拐事件として捜査本部が設置されることになった。その後家族や捜査員、そして友人たちが屋内を捜索したがジョンベネちゃんは見つからず、警官や FBI もやってきたぜ。警察が来る前に家の中をそんなに触って大丈夫なのかしら。鋭いな。この時家族と友人たちの介入を見過ごして現場保存を怠ったことが捜査本部のミスとして、重くのしかかってくることになるんだ。その後、犯人は予告した時間を過ぎても連絡してこなかったため、刑事は父親と友人に対し、不審なことがないかを確認するように依頼したぜ。普通は刑事がやるわよね。そして念のためもう一度屋内を捜索したところ、前回の捜索で唯一、見忘れていた地下室で、変わり果てたジョンベネちゃんを発見したんだ。ジョンベネちゃんの体には毛布が巻かれていたぜ。そして極めつけは、ジョンベネちゃんに痛めつけた跡があったことだぜ。かわいそうに。一家は地元の名士で父親は会社を経営していて、自宅は部屋数が15もある豪邸だったぜ。15部屋もあったとしても個人宅だし、警察や友人を含めて十数人で捜索したわけだから、見忘れた部屋があったことにびっくりだわ。ところで、誰がどんな目的でジョンベネちゃんを殺めてしまったのかしら。すぐに疑いの目を向けられたのは両親だったんだ。子供が殺められる事件では、一番身近にいる両親が疑われるのはよくある話よね。ああ、家の中で誘拐された自分の子供が発見されることは珍しく、何者かが家に入った形跡もなかったこと。犯人の要求額が父親のジョンが受け取ったボーナスの額とほぼ同額だったことで、親が犯人なのではないかと警察が目をつけたんだ。しかもジョンはアメリカの中でも上位 1% に入るほどの高額収入を得ているセレブだぜ。
そんな人に要求する金額としては定額すぎるよな。なるほどね。でも、何の証拠もないのに両親を犯人扱いするのは間違っているわ。1997年1月3日、警察は身代金要求書の練習用原稿が自宅から見つかり、身代金要求書は丸外語に書かれたものだと発表した。そしてなんと、その脅迫状がジョンベネちゃんの日頃からのおねしょくせに頭を悩ませていたとされている。パトリシアによって書かれたものだというのだ。おねしょをしたジョンベネちゃんに怒りをぶつけてしまい、あやめてしまったことを、隠蔽するために誘拐に見せかけたのではないか、という憶測が投げかけられたぜ。子供なら誰でもおねしょはするし、そんなことで簡単に命を奪ったりしないと思うけど、私もそうは思うが、脅迫状が書かれていた紙や使われていたペンが、パトリシアが持っていたものであること、筆跡がパトリシアのものに似ていたことなどから、母親が犯人ではないかと疑われることになったんだ。極めつけは、パトリシアの通報の電話だったぜ。普通ならば、我が子がいなくなったら親は取り乱すものだが、パトリシアは初めこそ混乱していたが、後半では事前に打ち合わせしたかのように冷静に通報しているんだ。じゃあ、パトリシアの可能性も完全には否定はできないわね。ああ、それにメディアも両親犯人説を書き立て、ジョンベネちゃんが父親に、丸対を受けていたのではないかという疑惑まで報じたんだ。ジョンベネちゃんはそんな恥ずかしめを受けていたの？残念ながら、そのようだぜ。司法解剖の結果、ジョンベネちゃんは日常的に誰かから被害を受けていたことが判明したんだ。これにより、ジョンベネちゃんを日常的に襲っていた人間が身近にいたジョンなのではないかと、いろいろと推測されるようになったぜ。さらにジョンは、もう一度自宅内を捜索しようとなった時、真っ先に地下室を捜索し始め、ジョンベネちゃんを発見、そして警察を呼ぶことなく、自らリビングまでジョンベネちゃんを運んでいるんだ。確かにそれは少し不自然ね。このような状況から、この事件は両親が協力して隠蔽したのではないかと考えられるようになったぜ。そしてなんと、この事件では、当時9歳だった兄のバークも疑われることになったんだ。9歳で人を殺めるのは難しいわよ。冒頭でも説明したが、パトリシアはジョンベネちゃんを、美少女コンテストで優勝させることに熱意を上げるステージママとして有名だった。コンテストのために娘を磨き上げ、各地のコンテストに出場する際は必ず付き添っていたんだ。そのため、バークはあまり構われることがなく、家の中で疎外感を感じていたことを指摘されているぜ。でもだからといって妹の命を奪うとは考えにくいわよ。ジョンベネちゃんの司法解剖の結果、胃袋からパイナップルと思われるフルーツが見つかった。そのことから、寝ていたジョンベネちゃんはその後目を覚ましてキッチンに行き、テーブルに置かれていた。パイナップルを食べたと考えられた。そしてそのパイナップルが入っていたボールにはバークの指紋がついていたんだ。じゃあ、バークがジョンベネちゃんの事件に関わっている可能性もあるということよね。にわかには信じられないわ。実は事件の1ヶ月前、ジョンベネちゃんと喧嘩したバークは、ゴルフクラブでジョンベネちゃんを襲うという出来事があったんだ。幸いにもジョンベネちゃんは軽傷で済んだようだぜ。兄弟喧嘩とはいえ、暴力はいけないわね。ああ、だがこの件について後にジョンは、ジョンベネがバークに近づきすぎてたまたま当たってしまっただけ、と釈明しているんだ。もう何を信じていいのかわからないわ。この事態に両親は記者会見で、自らの潔白と一刻も早い犯人逮捕を訴えるが、冷静なパトリシアと終始うつむいたままのジョンの印象は最悪であり、ますます疑いを深めるという結果になってしまったんだ。警察に疑われていることに気づいた一家はその後、弁護士を雇い捜査に協力しなくなったそうだぜ。どんなに身の潔白を話しても相手にされなかったら協力したくてもできないわよ。両親は一種の諦めの境地だったかもしれないわね。だが、両親は自分たちに向けられた疑いを徹底的に否定し続けたんだ。ジョンは声明の中で、ある人が普通の人間として日常生活を送れなくなり、ある夜怪物になって娘を殺め、一晩寝て起きたらまた普通に行動する。そんなことは起こり得ない。と述べている。それもそうだわ。警察は当初、家族を主要な容疑者として捜査を進めたが、決定的な証拠を見つけることができなかった。そのため、捜査は次第に袋小路に入っていったが、メディアは依然として両親を責め立てたんだ。なかなか事件の犯人が見つからないことに業を煮やしたジョンは、事件から23年後に、クリスマスパーティーを楽しむジョンベネちゃんや、当時9歳だった兄のバークの姿を写した写真だけでなく、ジョンベネちゃんの丸太写真までを公開したんだ。そうすることで、犯人逮捕につながると思ったのね。でも少し過激だわ。ああ、だが、様々な写真や情報が公開されても、それがさらなる疑惑と憶測を呼び、事件の謎をより深いものにしてしまったぜ。そんな一家の前に突然天気が舞い降りるぜ。
2008年7月、新しい科学技術が家族に向けられた疑いを晴らしたんだ。新しい科学技術って？タッチ DNA というものだぜ。この新科学技術は、ボードテクノロジーグループという企業が、3年にわたり研究を進めてきた鑑定法で、名前にタッチとある通り、この鑑定法は犯人が触れたものからわずかに残された細胞を削り取り、それにより DNA 鑑定を行うというものだぜ。高い精度が求められる技術ね。これまでのマルジン事件などにおける DNA 鑑定では、犯人が残した髪の毛や血痕などの目に見える痕跡から、DNA を採取する方法だった。だが、タッチ DNA では、目に見える痕跡を残さなくても、DNA を採取することができるようになり、捜査の幅が広がったんだ。触れたものから DNA 鑑定ができるようになるなんてすごすぎるわ。鑑定の結果、その DNA はジョン・ベネちゃんの家族のものではないということが分かったぜ。捜査に当たっていた検事は、これまでラムゼイ一家を疑いの目で見てきて申し訳なかった、と公式に謝罪しているんだ。だが、パトリシアは、自分の身の潔白が証明される前の2006年に卵巣癌で亡くなってしまっているぜ。そしてジョンも犯人扱いされてしまったことで、失職し、転居もせざるを得なくなってしまった。警察もマスコミも犯人だと確定する前から、この一家の関与を疑って必要以上に騒ぎ立てるから、このようなことになってしまったのよ。娘の命を奪った犯人が誰かも知らないまま亡くなったことは、本当に胸が痛むわね。そして家族が潔白だったことにより有力になったのは、外部からの侵入者による犯行説だった。警察が捜査を進める中、一人のアメリカ人男性がタイで逮捕されたぜ。40代の元小学校教師、ジョン・マーク・カーだ。まさかの小学校教師？ジョン・マーク・カーは、アメリカカリフォルニア州サンフランシスコ東方の学校などで教師をしていたが、2001年4月、パソコンに自身の生徒の児童〇〇のの映像を保存していた罪で逮捕された。映像保持に関する罪で6ヶ月拘置された後保釈されたが、タイに逃げ込んだと思われるぜ。自分の生徒をそんな目で見るなんて、気持ち悪いわ。ジョン・マーク・カーは、逃亡中の見ながら、ジョン・ベネちゃん事件に詳しいコロラド大学の教授に、自分があたかもジョン・ベネちゃんを殺めたと匂わす電子メールを送り続けたため、タイに潜伏しているのが発覚したんだ。まるで見つけられるのを期待しているような行動だわ。即座にアメリカ警察はタイ警察と連携を取り、ジョン・マーク・カーの事情聴取を開始。そこで、ジョン・マーク・カーはジョン・ベネちゃんを殺めたことを自供したぜ。そして、ジョン・ベネちゃんが亡くなった時、私は彼女と一緒にいました。と当時バンコクでの記者会見で語った。この結果、アメリカの係官に付き添われてジョン・マーク・カーは、ビジネスクラスでアメリカに帰国することになったんだ。ビジネスクラス?犯罪者のくせにビジネスクラスを使うなんて贅沢だわ。その後ジョン・マーク・カーはコロラド州ボールダーに移送されたが、ジョン・ベネちゃんについていた DNA と一致しなかったんだ。また、信憑性の乏しい発言をしていることから、ジョン・マーク・カーは嘘の自供をしたと見られているぜ。信憑性が乏しいって、どういうことなの？ジョン・マーク・カーは、自分が犯行を行ったと主張したが、元妻は当時記者らに対して、1996年のクリスマスシーズン中はずっと一緒にアラバマ州にいたと証言しているんだ。関係者の話によると、ジョン・マーク・カーはアメリカに無料で戻るために、芝居を売った可能性もあるとのことだ。うわ、最低。ジョン・マーク・カーのためにボールダー市当局が使った費用は、人件費も含めると23,000ドル、日本円で約330万円を超えたというから驚きだよな。そしてこのうち6000ドルが捜査官を含めたビジネスクラスの切符代で、税金の無駄遣いとの声も上がったんだ。本当に税金の無駄遣いだわ。せっかく犯人が捕まったと思ったのにぬか喜びよ。事件から28年が過ぎても犯人が見つかっていないけど、何が問題なの？ジョン・ベネちゃんは家の中で命を奪われているし、すぐに犯人が捕まると思っていたのに予想外だわ。実はその原因として警察の初動捜査に問題があったとされているぜ。初動捜査？初動捜査とは、事件が発生した直後に行われる捜査の段階で最初のものだ。犯人の特定や犯罪の立証のために、迅速かつ的確な初動捜査が重要となってくるぜ。なるほどね。犯罪率が高いことで知られているアメリカだが、コロラド州ボールダーはアメリカの中でも、住環境の良さで高評価されている地域で犯罪とは無縁の地域だった。そのため、ジョン・ベネちゃんのマルガイ事件も1996年にこの地域で起きた初めてのマルジン事件だったぜ。アメリカにそのような場所があるなんて意外すぎるわ。平和なことは良いことだが、警察はマルジン事件の対処に不慣れだったんだ。そのため、警察はありえないミスを犯してしまうんだぜ。
パトリシアが警察に通報後、警察は早朝6時前に一家が住む家に到着。すぐに家の中に入ったぜ。そして身代金要求の手紙を読み、その後、家中を素早く捜索したんだ。そして、なんとジョン・ベネちゃんの亡骸があった地下室は捜索されなかったんだ。普通は全てをくまなく捜査するのが警察の仕事でしょ？ああ、警察はこの時にきちんと地下室の扉を開いて捜査すべきだったぜ。警察の報告書によると、警官は犯行現場の証拠を保存するために、ほとんど何もしなかったことも示している。え？犯行は誘拐だと信じ、警官は誘拐犯が残したかもしれない証拠を保存するため、ジョン・ベネちゃんの寝室を黄色と黒のテープで封鎖した。だが奇妙なことに、警官は家の残りの部分を封鎖しなかったんだ。でも封鎖しなかったところも、犯行現場の一部だった可能性もあるわよね？そうだぜ。そしてもっと驚くべきことは、一家を心配して次々と訪れる友人や訪問者は、自由に家に入ることが許されたことだ。ええー、事件が起きているのに部外者が家の中に入るなんてありえないわ。ジョンとパトリシアの親友夫妻の二家族は早めに到着。そして一家がお世話になっている牧師もそこにいたぜ。加えてその日の朝早く、警察は被害者支援チームを呼び、心身ともに疲れ果てている一家を支援しようとした。被害者家族を支援するのはとても良いことだと思うけど、まだ捜査段階の家に、そんなにたくさんの部外者を入れるなんて。さらに支援チームは、ベーグルとコーヒーを持って到着後、あろうことかキッチンを使用。そして友人の一人がキッチンの掃除を手伝い、スプレークリーナーでカウンターを拭いたが、おそらく重要な証拠も拭き取ってしまったと思われるぜ。完全に警察のミスだわ。しかも発見時、両親がジョン・ベネちゃんの丸太にすがりついて泣いたことで、警察が現場保存をきちんとすることができず、両親の涙によって犯人の手がかりが消えてしまった。大事な娘の哀れもない姿を見たら、すがりついてしまうのも仕方がないことだと思うわ。ジョン・ベネちゃんは丸的被害を受けていたことから、丸太には犯人の遺留物や犯人特定につながる物証が、たくさん付着していたと考えられているぜ。もし、この時に警察が自らジョン・ベネちゃんを見つけ出し、現場の保存を徹底的にしていれば、今頃は犯人も捕まっていたかもしれないな。警察が到着した後も捜査は混乱を極め、一家の自宅は現場保存が不十分なまま多くの人々が出入りし、証拠が汚染されてしまったんだ。いくら平和な町とはいえ、捜査の仕方は学んでいるはずよね。警察は一体何を考えていたのかしら。元警察署長は、ジョン・ベネちゃんの事件について、クリスマス休暇で人員が不足しており、国内でそれ以前もそれ以降も誰も見たことのない状況に直面し、現場は混乱した。と後悔しながら語っているぜ。さらに元警察署長は、犯罪現場をもっとうまく管理すべきだった。と述べていて、ジョンとパトリシアから別々の供述を得るべきだったとも付け加えたぜ。これらの警察の初動捜査によって、犯人の手がかりが消えてしまった可能性も捨てきれないわね。誰もが、ジョン・ベネ事件はこのまま迷宮入りするだろうと思っていた。だが2019年に急転直下、真犯人候補が出てきて、事件の真相が解明されるかもしれない事態になったぜ。ついにその時が来たのね。それで、犯人は顔見知りの人だったの？いや、一家とは全く関わりがなかった人物だぜ。男の名前はゲイリー・オリバだ。2019年に小丸愛車として地元で悪名が高く、児童丸々の所持罪で、懲役10年の刑を受け、コロラド州の刑務所に収監されているんだ。なんと、その時に押収された数百点の画像には、ジョン・ベネちゃんの写真も含まれていたそうだ。その数、およそ335枚の写真だ。うわ、寒気がしてきたわ。ゲイリー・オリバは獄中から高校時代の友人への手紙の中で、今まで会った誰よりも、ジョン・ベネを愛していた。なのに彼女をうっかり離してしまったために、頭蓋骨がパカッと割れてしまった。俺は彼女が息を引き取るのを見届けた。と語った上で、あれは事故だったんだ。信じてくれ。彼女は他の子供たちとは違っていたんだ。と、ジョン・ベネちゃんの命を誤って奪ってしまったことを明かしたぜ。事故なんて信じられないわ。また別の手紙では、ジョン・ベネは私を完全に変え、私の中の悪を消し去った。ジョン・ベネの美しい顔、輝くように美しい肌、女神のような素晴らしい体を一目見て、他の子供たちを丸害した私が間違っていたことを悟った。しかしアクシデントによって、ジョン・ベネは亡くなった。それは私の責任だ。と、書いているぜ。ゲイリー・オリバがこの手紙を送っている友人は何者なの？これらのゲイリー・オリバの手紙は、かつての同級生だった友人に送られていたぜ。この友人は長年にわたってジョン・ベネちゃんの事件へのゲイリー・オリバの関与を疑っていたんだ。
どうして疑っていたの？事件発生直後、全米中に報道される前にゲイリー、オリバから泣きながら、小さな女の子を傷つけてしまった、と、電話がかかってきたんだ。友人は詳しく聞き出そうとしたが、今コロラドのボルダーにいる、としか言わなかった。その後、ジョンベネちゃんの事件を知った友人は、すぐにボルダー警察に電話をかけ、ゲイリー・オリバについて知っていることや、数日前の彼の電話のことを話したが、捜査官から連絡は全くなかったそうだぜ。世間を騒がせた事件だからいたずら電話や嘘の通報も多かったんじゃないかしら。その可能性もあるだろうな。友人はその後も、収監中のゲイリー・オリバがジョンベネちゃんを殺めたことを自供することを願い、連絡を取り続けていたそうだ。友人は取材に対して、ゲイリー・オリバの自供は起訴する証拠となる、と語っているぜ。すごく賢い友人だわ。当時ゲイリー・オリバは犯罪者リストに登録されていて、登録先の住所は現場から、10ブロックの場所にあり、事件現場の家からそれほど遠くなかったんだ。またジョン・ベネちゃんが亡くなった後に行われた通夜の会に出席していたとも報道されているぜ。怪しすぎるわ。ゲイリー・オリバの友人からたびたび通報を受けていたにもかかわらず、ボルダー警察がゲイリー・オリバを容疑者として挙げたのは2000年になってからだ。この時、ゲイリー・オリバは別の容疑で逮捕され、警察が取り調べたところ、ジョン・ベネちゃんの写真と、ジョン・ベネ参加と題した自筆の詩、それにスタンガンが発見されたぜ。ちなみに事件当夜、ジョン・ベネちゃんを襲うのにスタンガンが使われたものと推論されているぜ。もう絶対にこのゲイリー・オリバが犯人に違いないわ。これらの証拠から、捜査当局はジョン・ベネちゃんが命を奪われた夜に、ゲイリー・オリバを含む男性容疑者がジョン・ベネちゃんの自宅に侵入して、殺めたとして捜査を進めたぜ。だがここで、思わぬ問題が出てきてしまう。自宅で発見された11万8000ドルの身代金を要求する脅迫状の文字は、ゲイリー・オリバの筆跡とは一致しなかったんだ。わざと筆跡を変えて、書いていたかもしれないわよ。しかも新たな DNA 検査方法により、ゲイリー・オリバの DNA が現場で見つかった証拠と、一致しなかったため、ボルダー警察の捜査官はゲイリー・オリバを被疑者から除外してしまったぜ。そのため、警察は共犯者がいて、何者かがゲイリー・オリバと協力してジョン・ベネちゃんを、殺めたとして捜査を続けているそうだ。一方のゲイリー・オリバはすでにジョン・ベネちゃんを殺めた罪を認めているという。科学捜査もジョン・ベネちゃんの事件があった28年前よりも格段に進歩してきているし、これからもまだまだ犯人を捕まえることはできるわよね。ああ、実際に DNA 鑑定の技術は大きく進歩してきて、以前の DNA 鑑定では見つけ出すことができなかった。犯人も現在の DNA 鑑定では見つかっているケースがたくさんあるぜ。2018年には、40年以上も捕まえることができなかった。ゴールデンステート・キラーと呼ばれて恐れられていたカリフォルニアの連続マルジン犯を、法医学系不学を取り入れた DNA 追跡をすることによって逮捕することができたんだ。法医学系不学って？聞いたことがない名前だわ。法医系不学とは、アクセス可能な DNA のデータベースの中から、被害者に残された、DNA サンプルと遺伝子系譜的に型がマッチしている DNA を探し出して犯人を特定するものだぜ。これにより、多くの未解決事件の犯人を特定することが可能になったんだ。悪いことをすれば確実に捕まるようになってきたのね。ボルダー警察も、この進歩した DNA 鑑定技術に注目し、2021年12月には最新の DNA 鑑定技術を、ジョン・ベネちゃんの事件に適用できるかを検討しているとの声明を出した。事件が起きてからこれまで、捜査当局は約1000個の DNA サンプルを分析してきたが、これらの DNA サンプルもまた最新の DNA 鑑定技術で再分析されることになるぜ。そうなれば、必ず犯人に行き着くはずだわ。警察にはこれからも捜査を頑張ってほしいものね。ジョン・ベネ事件の舞台ともなった家は、ジョンとパトリシア夫妻によって、1998年に投資家に売却されたものの、2023年、再び売りに出されたぜ。今回提示された元ラムジー家の価格は700万ドル、日本円にして約9億5000万円だ。すごいわね。現在の総面積は672平方メートルで、威厳があり近代化された1920年代の、ボルダーの壮大なロケーションに立つチューダー風邸宅、とされているぜ。でも、凄惨な事件があった場所に住もうと思う人なんているのかしら。事件現場となった地下室は現在はメディアルームやバー、ワインセラー、暖炉などに再設計されているとのことだ。それでも私だったら嫌だわ。それで、ジョン・ベネちゃんの家族は事件後、どんな暮らしを送っているの？ DNA 検査で無実を証明されたとはいえ、ジョン・ベネちゃんの家族は壮絶な人生を歩んでいるぜ。娘の命を奪われた上に世界中から犯人だと後ろ指を刺され続けていたんだ。
テレビをつけても新聞を開いても自分たち家族の顔が映し出されては、マルジン犯のレッテルが貼られている。その精神的な負担は、私たちの想像を絶するものだったに違いないわね。特にジョンベネちゃんの両親が気を病むことになったのは、事件当時、ジョンベネちゃんの兄バークがまだ9歳だったことだぜ。アメリカのメディアは9歳の子供がいようとお構いなしで、一家をどこまでも追いかけ回した。ジョンは後のインタビューで、自分たちが容疑者にされていることをいかに息子に気づかせないかを、努力したと話している。もし自分たちが容疑者になっていることを知ったら、ショックを受けるからよね。ああ、そのため、バークと買い物に訪れた母親が、スーパーで兄が辞めたという新聞の見出しを見つけ、野菜を放り投げてバークを外に連れ出したこともあったそうだぜ。家族は壮絶な日々を過ごしたのね。その後冒頭でも言ったが、ジョンベネちゃんの母親は、度重なる心労からか卵巣癌に侵され、2006年6月に49歳の若さで亡くなってしまった。犯人逮捕を見届ける前に、亡くなってしまったなんて無念だったと思うわ。そしてバークは2005年にアメリカを代表する名門校の一つであるパドゥー大学に入学し、卒業後はソフトウェアエンジニアとして働き、両親と違って表舞台に出てくることはほとんどなかった。だが事件から20年の節目となる2016年に、心理学者が司会を務める人気トーク番組に出演したんだ。どうしてまた出演を決めたのかしら。事件を風化させたくないとの思いからだったと、本人は言っているぜ。そしてこの番組で、バークは、自分が犯人かのように報じられているのは悪夢のようだった。ただただ、普通の子供のように育ちたかった。と、当時の切実な心情を吐露している。胸が熱くなるわね。視聴者にもバークの思いが伝わっているといいけど。だが、このテレビ出演をきっかけに疑いを晴らしたいという兄の積年の願いは、いともたやすく裏切られることになってしまうぜ。どういうことなの？トーク番組が放送された直後、アメリカ三大ネットワークの一つである CBS が、ジョンベネを殺めた犯人は兄のバーク、ラムジーだ。と示唆するドキュメンタリー番組を放送。事件後、ジョンベネちゃんの胃袋の中からパイナップルが見つかっていたが、このパイナップルをめぐる喧嘩がエスカレートした。というのが、番組が考えたものだ。絶対にそんなことはありえないわ。ああ、この放送に激怒したバークは名誉毀損だとして、CBS などに合計7億5千万ドル、日本円で約850億円を請求する訴訟を提起したぜ。2019年に両者の間で和解が成立したと報じられた。人の気持ちを踏みにじる行為は許せないわ。一方のジョンは、2011年7月に再婚したそうだ。相手は、現在ラスベガスを拠点に活躍するデザイナーなのだという。昔のことが嘘のように現在は穏やかな暮らしをしているそうだぜ。新しい伴侶ができて今は平和の中にいるのね。本当に良かったわ。ジョンは現在、ミシガン州に家を持ち、ネバダ州と行ったり来たりの暮らしを続けながら、私立探偵を雇い、ジョンベネちゃん事件の犯人を今でも追っているという。娘を殺めたのが誰か、今なお知りたいと願っている。そういうジョンだが、苦悩の先には必ずや出口があるものだとも力説しているぜ。愛する我が子の命を奪われて戦い続けているジョンの言葉は、悩める多くの人々の心に響くはずだわ。ということで今回は、謎に満ちたジョンベネ事件について解説したぜ。この事件は本当に謎だらけね。犯人がなかなか見つからず、捜査は初めから難航を示していたけど、それは初動捜査に大きな間違いがあったからなんて信じたくない事実だったわ。当時は父親や母親の犯行だと警察やマスコミが決めつけているような報道ばかりだったんだ。DNA で身の潔白が証明されてもなお、家族は苦しめられ続けたぜ。ジョンベネちゃんが生きていれば、今年でもうすでに33歳になっていた。これほどまでに長い期間、捜査をしても真相が見えてこない事態は異常だぜ。一刻も早く犯人が捕まって、事件が解決することを願うわ。それが一番亡くなった人の供養になるわよね。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。